までずっと学生会で働いてきたから、なんだか時間を持て余しちゃって。でも今さら学生会に顔を出すと小指示さんたちも迷惑だろうしね。まあそうかもしれないけど、その優しさに甘えて学生会に出入りするのはあまりにも無神経じゃない？この意味星野くんならわかるはずだよね。怒ってはないよ。ただ線はもう引いたから、そこを私の方から無遠慮に越えちゃうのは良くないと思うの。そうじゃなくてもやっぱり引退した先輩がうろうろしてちゃやりづらいだろうしね。もしかしてお邪魔だったかな。誰かの悩みを解決させるのはいいことだよね。だからおかけのお手伝いをしたいと思ってたの。もし必要なら星野くんの悩みもと思ったんだけど、悩みじゃないのなら仕方ない。でも何かあったら相談してくれていいからね。いつでも待ってる。とまあそれはそれとして、ご褒美の方も考えていかないとね。何がいいかな。星野くんの希望を聞いてもいいんだけど、若い男の子のエッチなお願いなんて要求されても困るしね。じゃあ直接じゃなければお願いしてたかもしれない。本当に素直だね。そういう素直なところ私好きだよ。そろそろお昼休みも終わりだね。それじゃあ教室に戻らないと。星野くんも遅れないようにね。じゃあまた部活の時間に。